見てこれ美味しいんだよね、キャラメルディップ、リンゴつけるやつ。これがアメリカのお寿司です。やだ、なんで赤いの。これね、ひき肉です。なんでさ、何でもシリアルの味付けたがるんだろうね。皆さんこんにちは、あかりです。エレンです。はい、はい、今ね、ウォールマートに来てるんですけど、先月かな、ちょっと前にプレミア公開で紹介したウォールマートの店内全部見せますっていう動画あったと思うんですけど、それの後半編を今から撮っていきたいと思います。前半見てない方はぜひそちらも見てみてください。はい、じゃあ今日はね、食品エリアになるので今から早速行きたいと思います。食品エリア行きます。食品はい、行きましょう。メガネ屋さん、銀行、サービスカウンWhat do you mean carpet cleaner? You can rent. Oh, rent. Nice. Coin をお札に変えるやつ。And then you can also make a key for your house. Oh, that's convenient. Toilet. Clothes. Ice. 氷ね。で。Pottery.これは宝くじの販売機。If you never see a video from us again, it's because we won. ロティサリーチキンね。Why it's always by the cashier register? ちなみに前回撮影した時はハロウィンの直後で、ここね入れ替えしてたんで品物があんまりなかったんだけど、今クリスマスのものがいっぱい並んでるんで、ちょっとおまけで見せますね。ああ、かわいい。ココア作るやつね。何？ファイザー。オーナメントね。ドラゴンボールあるよ。フットマッサージャー、かわいい。シーズナルクッキーデコレーション。 Well, we already brought our juice. Yeah. There's fresh chicken, mashed potato. I'll give out three samples. You too. Chicken egg roll, corn dog sandwiches. I used to love those popcorn chicken. Hamu. その場で切ってくれるんでしょ? You can buy the whole thing, but they usually they cut it for you. Oh. No. Oh no, thank you. Sushi corner.何これ？ Sea breeze salad。 何これ？ 昆布？ 何？ Seaweed。 Sugar, water, soy sauce。 すごい色だね。 これがアメリカのお寿司です。 Dragon roll。 これは美味しそうじゃない？ 普通に。 ね。 Yeah, but look at that。 何？ $9.98。ここはポテトサラダに、あ、チキンサラダか。チキンサラダ、ポテトサラダ、すごいポテトサラダ、そんなに食べるポテトサラダ。マカロニサラダ、ポテトサラダ、ポテトサラダ with sliced red skin、ホームスタイルコースロー。That's crazy。ポテトサラダ with mustard。あ、違う味なんだね。ポテトサラダ、deviled eggs。
これもマカロニサラダ、めっちゃでかい。大きい。Next time we have to do a party, let's just buy it and then dump it and then pretend like we home make it. カニのサラダ、マカロニサラダ。この辺はなんだっけ、冷蔵のパスタ。これはお家でフライパンで作れるやつ。ピザ。ここはねピザなんだけど、冷凍じゃなくて冷蔵のタイプ。ちょっとフレッシュっていうか、ここで作ってるわけじゃないでしょ。ここはサルサソース、あとはなんかディッピングソース。 Yeah, dipping, like salsa, hummus, ハマスとか、spinach dip, buffalo chicken dip, smokehouse burn-in dip. Maybe this is like a party. これ何？I always want to get it. Five layers. Bean, salsa, guacamole, sour cream, and cheddar cheese. For chips, right? Salami, mozzarella cheese. Ah, ここにモッツァレラチーズあった。何それ、ワイン入ったやつかな。ここはベーカリーコーナー。これ、あ、かわいいよ。見て。They don't sell it usually, right? かわいい。見て、この色。すごい。You can do a special order? ここでね、whatever you want. そうそう、いろんなテーマのケーキ、オーダーできるんですよ。誕生日とかね。Not even 誕生日、birthday.Or just regular party, wedding. あとなんかスポーツの。Yeah, sports event. イベントとかね。これ美味しそう、普通に。クッキーケーキ。クッキーで作ったケーキ。You wanna get a wedding cake? What? Or graduation with my picture on it? この辺とかね、普通に美味しそうだけど、でも甘いんだよね。Is that crazy? No, okay. このタイプの。アメリカですごい人気っていうか、みんな好きなんだけど、私は好きじゃないけど、キャロットケーキ、チーズケーキもあるし、ティラミスもなかったっけ。ティラミスはないんだけど、この辺はチーズケーキ、バナナクリーム。ここはアイスクリームケーキかな。あ、リーシーズのケーキあるよ。美味しそうじゃない？美味しそうじゃない？じゃない？オレオのアイスクリームケーキだ。これは何？ああ、ドーナツ。シナモンロールとかドーナツとか、この辺もドーナツ、シナモンロール。この辺はね、パン、ここで作ってるやつ？あんまりね、美味しくないんだよね。なんかすっごい、硬い。乾いてる。この辺もパン。なんか日本みたいに惣菜パンとかはないですね。なんか普通になんかプレーンのパンが多いかな。ここはクッキー。これ好きだよね。と何？ケーキ。え、どうしたこれ？ああ、びっくりした。あとは何？ケーキバイト、一口サイズのケーキとかスライスしたやつとか。これ私時々買うけど。あとクッキー。And I'll have them cut up here in just a few minutes. Welcome back. 何これ ？Halloween cookie? Leftover? あ、違う。オーナメントじゃない？あ、違う。かぼちゃ？Yeah. これハロウィンの余りですね。もう12月だけど、あ、これ、なんかアメリカの昭和のケーキって感じ。これプレッツェルをコーティングしたやつ。チョコレートバーク。ここは何？ハムとかね。ハムのスライスとかターキー。ああ、そういうこと。ここはもうなんかすぐ食べれるサンドイッチ。
サブウェイのやつみたいな。サブウェイのサンドイッチみたいな。こういう感じで、ここはもうすぐ買ってすぐに食べれるようなものが売ってます。え、ここはスープか。あ、何、あ、寿司。なんでここに寿司あるの。いいよ。何これ、なんで、どうしたこの色。おじさん、どうしたの、なんか色おかしくない。 What's that green thing? あ、なんか気持ち悪い。ナン。はい、で、こっちはフルーツと野菜のコーナーですね。リンゴ、パイナップル、パパイヤ、これなんだっけ、スクワッシュ。ここは根菜系かな。あ、これ。Oh, okay. Get it and bring it over here. Oh, okay. Sounds good. Thank you. これね、美味しい。デニッシュ。ね、なんか好きなの持ってったら切ってくれるって。Which one you want to try? Strawberry cream.Cherry pie. Or cinnamon or Louisiana crunch cake. What's that? Mm-hmm. え、安くない？安い。あ、そうなんだ。カラフルな。これはちっちゃいカップケーキですね。ミニカップケーキ。あ、何？あ、かわいい。クリスマスの。あ、かわいい、かわいい。プランテイン、バナナみたいだけどちょっと違う。アロエ、アロエも売ってます。この辺は普通かな。梨、うん、or you can just go to Texas Roadhouse and get a free look at the Texas Roadhouse video. あ、そうだね、そうだ。はい、これはね、バナナはこういう風に好きな分だけ割って買うことができます。これは昆布茶、昆布茶とスムージーですね。ちょっと健康的な感じの飲み物。サラダコーナー。ここはもう洗って切ってある野菜と、あとここはサラダ、もうそのままドレッシングかけて食べれるやつですね。ドレッシングついてる。で、この辺も切った野菜ですね。で、大体ね、こういう風にオーガニック無農薬のやつと違うやつと分かれて売ってますね。うん、お花も売ってる。生花も売ってます。あ、ここはフルーツも切ってあるやつ。あ、豆腐。ここにね、豆腐2種類、私たちが住んでるエリアは日本人が全然いないんで、豆腐このぐらいしかなくて全然美味しくないやつ。日本人、まこと、まこと、ジンジャードレッシング、照り焼きソース、ハニージンジャードレッシング、サルサ、カットフルーツと、あとこういうヨーグルトにフレッシュフルーツ入ったやつとか。 This is like the easy, like a bento stuff. うん、そうだね。なんかもうやばくない、なんかリンゴ腐ってない。フルーツと、あとなんだ、ピーナッツバター、チーズ、なんかいろいろ、クラッカー、こっちは大人用っぽいね。クラッカーとゆで卵、チーズ、リンゴ、パープトロー、子供用のクッキーとフルーツ。あ、この辺も子供用だね。なんだっけ、マインクラフトとかスポンジボブ、チョコのプレッツェルとチーズとリンゴ。Dip. Caramel dip.
apple dip, chocolate sauce. Chocolate, lingo. とあと、ぶどう、ブルーベリー。パックはでかいよね、多分。日本に比べたら。Japanese ever do like that? 何それ Probably some people do that. But less than American. Let's look at the quality of these strawberries. そう、いちごはね、今日は not bad. うん。あ、美味しそうな、いちごではない。あのね、でかいのとちっちゃいのすんごい混ざってるんですよね。まあ食べれればいいと思うんだけど。左上のフルーツはこれ取って味見して大丈夫です。ありえないよね。これも？何？試食？いいの？ダメでしょ。これはダメでしょ。さすがに。何これ？クリスマスバージョン。リンゴ。なんか日本でもリンゴ飴ってあるけど、チョコレートでコーティングした。リンゴめっちゃ食べにくい。$5.48。ちょっと高いね。うん、アップルサイダー。これね、アップルサイダーっていう名前なんだけど、炭酸の飲み物じゃなくて温めて飲む飲み物です。多いね。ここはあ、え、何これ？ウイスキー、ジャック・ダニエルウイスキーケーキ。美味しそう。クリスマスのパーティー用の詰め合わせかな。ポップコーン、ジンジャーブレッドハウス。これこの間、あ、ここじゃないか、ウォールマートじゃない。Wait, we need ours more. We got a target. ああ、そう、これはね、クリスマス前にみんなお家でこういうの作るんですよ。そう、こっちももう買いました。はい、何コーナーここ？コンディム。はい。サラダのトッピング、あのなんだっけ、クルトンとかベーコン、美味しいとか、うん、美味しいんだよね。フライドオニオン、あとはバーベキューソースですね。ここはこれね、最近なんか流行ってるかわかんないけど、なんか日本人のハーフかクォーターの人がおばあちゃんの味を再現したジャパニーズバーベキューソース。あとこれ日本人好きだよね。いろいろあります、バーベキューソース。全部こっからここまでバーベキューソースで、こっちはねソースドレッシング系で、こっちはこれ全部トマトの缶詰。 This is all tomato, right? But different time. Crushed tomato sauce, crushed tomato with basil, トマトソース、ピューレー、stewed tomatoes, crushed tomatoes, そんないらない tomato paste, tomatoes diced with no salt. 全部全部ね、ここまで、こっからずっとここまで、ここまでトマト、すごいね。マスタードだけで、この黄色いの全部マスタードで、うん。マヨネーズ。なんかさ、いつも疑問なんだけどね、あのリアルマヨっていつも書いてんの、マヨネーズに。なんでだろうね。 リアルって何？ほらみんなリアルマヨ、リアルマヨ。 What is fake mayo? I don't know. That's probably their competitors. I don't know. はい、ドレッシング。Do you have any favorite dressing? No. I don't really like dressings, man. You don't eat salad. I know. That's why. 日本にあるかわかんないけど、この辺のラズベリーとナッツが入ったやつも美味しいし、あと何かな、みんな好きなのはレンチだよね。レンチ、right? Look at that. Bacon ranch. あ、これ試してみたいけど。なんかフルーツ系の。ちょっとおしゃれなやつ、マンゴーとかいい、こういうアジア系もあります。この辺もクルトンで、ケチャップ、ハニーマスタード、これ全部ケチャップ。あ、これはあの人気のファストフードチックフレイのソース、チキンにつけるソース。
え、待って。そうめにした。ちょっといっぱいありすぎるから、最初こっちの列見せて、今度こっち側戻ってきますね。前回両方映して目回りそうだったんで。ケチャップマヨは結構美味しいよ。これヤムヤムソース、これねあの日本のお寿司屋さん、あ、日本のっていうかアメリカにある日本料理屋さんとか行くと絶対これヤムヤムソースってお寿司についてるんですよ。でアメリカ人はこのヤムヤムソースが日本のものだと思う、はい、ここピクルス、ピクルスもいろいろあるよ。こういうピクルスもあるし、日本だとピクルス買えるのかな？ I don't know how they sell it in Japan。 こういう風に縦に切ったやつもあるし、あとスライスもあるでしょ。あとは Grab one of those big ones down there。 どこ？多分これ日本では見れないと思う。じゃん、グッドスーベニアね。ちょっとやばいぞ。いや、重いからお土産には持っていけないと思う。あとオリーブ、オリーブ、アスパラガス、うん、ピクルドアスパラガス、あ、これこれこれ、前多分私動画で試したことあるけど、これね、あのスポーツって書いてるんだけど、凍らして食べるピクルスのジュース汁なんだけど、アメリカではなんかスポーツするときにこれなんか足するのを予防できるらしくて、なんかスポーツのときはピクルスを飲む、うん、あと塩分取るためかな。 Yo, pickled garlic. おいしそう。これ何？オニオン。オニオン。はい。で、ここは缶詰の、フルーツ。まあこれは日本にもありそうな感じだね。うん。Watermelon. Which one is good? Zenbu mazui. あんまり当たりに当たらない。ちょっとね、あのさっきのコーナー戻りたいんだけど混んでるからこっち先に行きます。あ、見て見て。No. これね、ひき肉です、ひき肉。何パウンド？10パウンド。ひき肉コーナー。これはビーフシチューの、あ、重い。This is brisket。 超美味しいの。 Oh yeah? If you know how to cook it. Lamb? No, I don't like lamb. ソーセージ、ここは豚は結構こういう風に味付けして売ってるやつが多いけど、多分アメリカ人あんまり食べないよね、豚ね。You can buy ribs like this? I don't think so. That's pretty big. Mm. ここはチキンのエリア、鶏肉、turkey. Turkey か。Some turkey, some chicken. Turkey, 鶏。あ、大きいハム。何？めっちゃ重い。何？やばい。何キロ？めっちゃ重い。 It's leaking. 気をつけて。やだやだやだ。$38。この辺はあの簡単にレンジとか、全部簡単、うん、like an easy meal。 味付けもあるよ。美味しそうね、うん、うん、美味しそうね。超まずそう。あの、なんだっけ、カニカマ。なんか色がやばい。あれ？ Shrimp? Oh, show that one right there. In the green bag. あ、なにこれ？ワニ。ワニの肉。ね、フライ？食べる人いるの？ザリガニ。 Right, just fish, fish, fish. 何？これ？これはターキーです。多分クリスマスにみんな食べるのかな？
ここは冷凍のお肉のコーナーですね。何？チャイニーズ何？ああ、小さい何？バーベキューソース？ホットソース？ソース？辛いやつ？ケチャップ、パルピニオケチャップ、何？サラッチャソース。Is it like a Mexican thing? Mm-hmm. I've never seen that. かわいい。この辺はもう味付けっていうか、揚げたチキンとかですね、冷凍の。で、お家で、あの、オーブンで焼いて食べる感じかな。ここは、冷凍のハンバーガーに使うお肉ですね。全部これハンバーガー。レバーあるよ。リバー。Sometimes we buy that to make money. あ、そうそう、これね、あのフィリーチーズステーキっていうサンドイッチがあるんだけど、それに使うお肉で薄切りでこう細かくしてあるやつなんだけど、これをうちはたまに牛丼作るときに使います。あのアジアンストアが近くにないんで。戻ります。さっきめっちゃ混み合ってたからね。ゼリーとか、これはゼリーと見せかけてただの缶詰のフルーツを入れただけカップに。で、この辺はアップルソース。あのアップルソースってリンゴのすりおろしに味付けしたやつなんだけど、こういういろんなフルーツ味のやつがあったり、これはおやつの定番ですね。この辺全部そう。で、これ常温のヨーグルト、これこうスクイーズして食べるやつですね。はい。なんでここにピッツァスタッフ。ピザソースとペパロニ、あとこういうもうピザの生地、もう焼いたやつですね、もあります。But also they got the kind where you can just add water. あ、そうね。これすごい簡単に。Just water. お水入れるだけでできるやつ。で、パスタは別に特別じゃないと思う。この辺はパスタコーナー。全部パスタ、うん、全部パスタ、いろんな形のパスタと、パスタソース、あのほとんど赤が多いよ。 So many pasta sauces ね。ここ全部で白い like a creamy、yeah. と、うちがねよく買うのはこれ、うちの子供たちが好きなフェスト、あとパルメザンチーズ、ナチョチーズ。これはチーズの塊です。これは溶かして、何ディッピングしたりする。 yeah, こういうやつもある。ナチョス用のチーズ、カップに入ったやつでお弁当とかに持っていける感じです。ここはセット。ここは缶詰の野菜。ここは別に普通でしょ。トウモロコシとグリーンビーンズと、何これ、こういうカップに入ったやつも。Why you need? Just like this? こんな水煮のグリーンビーンズ、コーンもあるよ。これお弁当に持ってく？見てこの色、やばくない？グリーンピースの色。はい、この辺は多分別に普通なんで。ささっと行きますね。え、見て缶のさ、スピナッチパパイね。え、どうすんのこれ。缶のほうれん草、多分。Oh, meet that. You know the character? Yeah, yeah. え、どうすんのこの缶の。We never eat that. 缶のほうれん草。Those cans been there so long as the rest of them. 本当だ、すごい。錆びてる。どうすんのこれ。うん、boiled peanuts.これめっちゃ甘いやつね。気をつけてみんな。アスパラの缶詰とか。これはベイクビーンズ。これね、うちの子供たち、子供たちっていうか娘が好きでよく買います。これは美味しいかも。 I think Japanese people like this baked beans。 ここもここも、これ全部豆ですね。で、これは、あ、缶のお肉、缶の
あ、え、チキン？ポーク、ポーク、缶のお肉。あんまり美味しそうではない。In Japan, do they got spam, like a bacon spam, or a turkey spam, or a jalapeno spam? ないと思う。Don't Japanese people love this? My dad like it. Yeah. 日本ではね、多分あんまり知られてないけど、スロッピージョーっていうサンドイッチがあるのね。これ多分私前に動画で紹介してると思います。あのミートソーススパゲティみたいな味がするあのサンドイッチです。あ、もうこれね、うちの旦那さん好きなんだけど、缶のウインナーめっちゃ気持ち悪い。見て、ピクシー。やだ、なんで赤いの？ Why is it red? この辺はツナとか、I like these. うん、ツナ、めっちゃツナある。But I like how they have like the flavors, teriyaki. そうそうそう。これね、これも日本にはないよね、あまり。味付きのツナ、レモンペッパーとか、テリヤキ、レモンセサミジンジャーとか、辛いやつもあるし、あとね、こういう持ち帰りっていうか、これお弁当とかに持っていけるの。クラッカーとマヨネーズとあのツナが入ってて、自分でなんかクラッカーにこうつけて食べれるやつ。何？あ、めっちゃ安いじゃん、買ったら。That's my favorite one. Oh, good.結構いろんなやつがあります。これランチって書いてるけど、みんなランチに持ってくの？超臭くない？おっ、カラマリ、イカ、キャビア、キャビアもある。これは何？クラムジュース。え、エビの缶詰もあるよ。オイスター。ここ超巨大な、え、ピーナッツバター5パウンド、パンケーキミックス、ジャム、まあ、これは普通にあります。マッシュポテト、うん、何味？マッシュポテト、これね、水混ぜるだけでマッシュポテトができるんですよ。Bacon sounds good, but we're gonna eat meat, right? Yeah, so bacon. I know, but I don't like mashed potato. I know, but I don't wanna eat rice with the meat. この辺はシーズニング。タコス用の調味料とか、なんかいろんな水混ぜてあの温めるだけでできるソースとか、そんな感じかな。で、これは何？ああ、美味しいね。ああ、それよく買ってるよね。それなんだっけ、テリヤキ、テリヤキヌードル、テリヤキヌードル、テリヤキ味のパスタ。何それ？It's like a, you stick it in the corn on the cob. Ah. You say you don't gotta hold it? Ah. かわいいね。It can help you when you roll it in butter. あ、これはパスタサラダのキットかな。Hamburger helper? ハンバーガーヘルパー。これはね、あの、ひき肉と混ぜて簡単に作れるっていう。めっちゃジャンクフード。ここはマカロニですね。チートス味のマカロニもあります。ちょっと。ちょっと時間かかりそうだからペース上げます。あ、そう、これね、前に動画アップしてます、缶詰のパスタで。この辺はあ、グルテンフリーの商品ですね。お菓子からソースとかオイル、サラダオイル的な、オリーブオイルとかアボカドオイルとか、まあ、オイルにしてもいろいろありますね。あとはビネガー、酢、あとこの辺は小麦粉、強力粉。あ、そうそうそう、これね、便利だよね。パン粉はね、こんな感じでキッコーマンのやつが売ってます。外すごいね、誰が買うのそれ。この辺は砂糖とか、あの、人工甘味料。この辺はなんかいろんな調味料。はい、パイ用の。ここはベーキング、うん、コーナーですね。
puddings in general. うん、プリン自分で作る。プリンとかゼリーを作る材料とか、マフィン。この辺もね、牛乳とか水混ぜるだけで作れるっていうやつが多いですね。そう、すごい簡単なの。あとはこのケーキの上にやるアイシングとか、あとこういうデコレーション用のやつ。はい、ここはコーヒー。コーヒーのアイル。あ、本当だ。マックのコーヒーもあるし、この辺はダンキンドーナツでしょ。スタバのコーヒーもあります。あ、アイホップもあるよ、見て。アイホップのコーヒーもあります。これ全部コーヒー。うん、カップのやつすごくない？コーヒーこっからずっとここまでコーヒーで、この辺は紅茶かな。紅茶、フルーツ系の紅茶とか、緑茶、ピーナッツバター。No, I think this is all crazy. This is normal. あ、うん、これピーナッツとジェリーがもう一緒になったやつですね。超便利。うん。We bought it before. あとはジャムとか、うん、あとアーモンドバターとか。これは全部パンです。ホットドッグ用のパンとかハンバーガー用のパンとか、あとはうちこれよく買うけど、ハワイアンブレッド、あとはピタ、ピタとかもあるし、ここ全部食パン。やばくない？食パン、はい、すごくない？こんなにいらないよね。あとこういうやつもあるし、あとベーグル。あ、ベーグル最近食べてないな。あ、え、これ美味しそうじゃん。これね、めっちゃ甘いお菓子、旦那さんが大好きなやつ。マシュマロ、コナッツ、チョコレートクリーム。めっちゃ甘いの。はい、ここはスープコーナー。もうできたスープ。あとこの辺はだし、スープ作るときに使うだしですね。で、この辺も、これは何？この辺 What's that? Cream or celery? スープ、これも全部スープか。スープ、スープ、スープ、スープ。これね、チキンヌードルスープ。これはアメリカ人が風邪をひいた時に飲む定番のスープです。クリーミーポテト、ベーコン、チーズ、カップラーメン。そう、これはね、まるちゃんのやつだけど、日本のとはやっぱ違いますね。 Where's my favorite one? They got it? Oh yeah, the cheddar cheese ramen. チェダーチーズラーメン。これね、一応マルちゃんで作ってるんだけど、チーズが入ったラーメン。この辺はチリ、チリの動画も昔撮ったね。この辺はご飯、米か、米、味付きの米もあるし、リゾットとか。これ何？5分で5分5分でレンジでできるご飯らしい。はい、あ、こういうのもあるよ。1分でレンジでできるご飯、佐藤のご飯みたいな。はい、ここはケージャンフードか。ケージャンはルイジアナでしょ。で、あ、ここはね、アジアンコーナーですね。海苔とかポッキー、お、多いお茶、ラムネ、ハイチュウ。This is all we get, man. うん、そう、あのね、そう、うち全然本当日本人人口がいないんで、あの、普段手に入るものって言ったらこのぐらいですね。あとはなんかソース系、カレー、味噌汁。あ、わかめあるんだ、知らなかった。タイ、これ、これはどこのやつだろう。タイランド。
あ、タイか。これ何？フォーミュラ？ドライミルク。ここはメキシカンかな？タコス。ここ全部トルティーヤ。え、見て。タヒントルティーヤ。この辺はサルサソースか。グアカモーレのソースとか、チップスにつけて食べるやつですね。ここはね、前見せたと思うんだけど、シリアルのエリアです。ここ全部シリアル。こっちもシリアル。うん、そう、あのね、こっち側は省略しますね。前見せたんで、前のね、シリアル紹介してるビデオで見てください。こっち側を映します。ここはオートミール。オートミールってさ、 People think oatmeal is healthy food。 でもこんなね、 I love this one. 見て、 Look at the color. Yeah, this one, it's an egg and then、うん、as it cooks, it、うん、turns into a dinosaur、うん、so... 子供が好きだよね。あとこれ、いや、すごいよ。全然もうヘルシーとは思えない色。アップルシナモン、これ私結構好き。でここはシロップ、メープルシロップですね、パンケーキ用の。フードペイント、あ、パンケーキにお絵かきできるやつ、かわいいね。はい、ここはパンケーキミックスですね。普通のやつもあるし、こういうチョコレート味とか、あと何、こういう、またこの人でねはい、こういうね、ちょっと子供が喜びそうなやつもあります。え、何これ？インスタントパンケーキ。え、絞るだけで出てくる。もう、あ、え、でも、あ、水を混ぜて、粉しか入ってない。そう、水だけ、水を混ぜて振って混ぜて、 no, 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 no.You take off the cap and you fill it up with water. That's what I said. Oh, okay. That's cool. Fun for kids. で、こっちはシリアル。一食分の小分けになったシリアルですね。あとこういう感じでちっちゃい袋に入っておやつとして学校とかに持ってける小分けのシリアルもあります。そのまま食べる感じかな。What is this? Nope. え？ For what?Flavored? Mm-hmm. え嘘でしょ。シリアル味のミルク、そんなんいる。はい、あ、グラノーラ、ヨーグルトに入れるグラノーラ。はい、出ました、ポップターツ。これ I know、 ポップターツ We should do shorts。 で、この辺はプロテインバー、全部プロテインバー、あのシリアルを固めたバー。一応健康食品的な感じかな。あ、でももっとおやつみたいな感じ。おやつね、ジャスナック。はい、あとね、これも結構みんなおやつで食べる、うん、あ、そうそうそう、こういうね、なんかペーストが入って、フルーツのペーストが入ったやつ。はい、あとこういうシリアルバー、チップス。はい、これはガムです。これ全部ガムで、この辺は棒付きのキャンディかな、グミ、スキロー。何？ランチャボーのグミ。Isn't it gummy macaroni and cheese? マカロニチーズのグミ。面白い。ドクターペッパー味の綿あめ。ハイチュウ。ハイチュウはね、アメリカでもすごい人気。サワーパッチ。この辺全部キャンディーですね。あ、この辺。あ、I haven't tried that yet. この辺はチョコ。チョコだけど、多分なんかちょっとダークチョコとかかな。あんまり多分普通のアメリカ人あんまり食べないと。Yes. うん、but dark one.
はい、チョコ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 で、こっちはチップス、アメリカね、結構こういう風になんかちっちゃい小分けのチップスを箱で売ってることが多いです。はい、これ42個入り、これ普通に一般の家庭で買われます。42個でいくら？$20。I got these last time and I liked them. The puffer corn. I like to eat spicy stuff at nighttime. Chip dip. So, chips をディップして食べるソースですね。ゴモポテチ。あとこれ、これはアメリカの中でもちょっとヘルシーなおやつじゃない？ライスクラッカーですね。お米のお菓子。これ普通に美味しい。パスです。辛いね。シナモン。ああ。はい。次はこっちもチップスコーナーですね。チップス。え、見て。I know I got these last time. They were so tasty. Oh yeah? But I ate the whole thing in like a one. ドリトスのちっちゃいやつ。プリングルス、え、見て、フィリチーズステーキプリングルス、フィリチーズステーキ、なんか日本にない味あるかな。プリングルス、ホットハニーとか多分ないよね。バーベキュー、あ、なんかクリスマスバージョン、こういうねちっちゃいパックのプリングルスもあります。ここはプレッツェル、いろんな形のプレッツェルがあります。Oh, I used to love this. This one. 超懐かしい。昔食べてたよく。なんでさ、何でもシリアルの味付けたがるんだろうね。フルリペボート。シナモンクランチ。ここ全部ポップコーン。あ、これ。何？ The thing you like.ポップコーンを家で作るやつ、ポップコーンに味付けするやつですね。ココア。You can make chocolate milk like this, but you can also make it like this. Oh, that's what they're talking about. Yeah. チョコレート、チョコレートソースとかココアの材料。オレオ。何これ？何これ？何味？キャラメルココナッツ。キャラメルコ、あ、え、ダークチョコレート、ダークチョコレートがある。ダークチョコレート美味しそう。あとピーナッツバターに、バースデーケーキ、バースデーケーキ、チョコレートピーナッツバター、チョコレートミント。こっちは何？あ、グルテンフリーもあんだ。あとこういうなんかふわふわのやつもあるし、薄いやつもあります。で、この辺はクッキー、クッキー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 クラッカー、これね、これめっちゃ安い、なんか味も安っぽいんだけど、私が好きなやつ。アイシングのね、甘いんだよね。クッキー、あ、これ I love this。 あとはこの辺はピーナッツバター挟んだクラッカーとか、これ前多分紹介したことあるけど、オレオのクッキーの部分をアイシングに自分でディップして食べるやつ。この辺もお菓子、ちっちゃい 小袋のお菓子ですね。学校とかなんかスポーツのイベントとかに持ってけるよう。あ、そう、これプリンコーナー、これね、この間動画上げてるんで見てみてください。ここはグミ、
グミコーナー。最近グミ高いんだよね。何？ガッシューズ。あ、え？見て。アリゾナグリーンティーのグミがある。これね、娘が好きなグミなんだけど、9ドル98セント。まるちゃん。クリスマス用の色つけただけでしょ。はい、飲み物コーナー。これは最近流行ってる。日本でも多分知られてるんじゃないかな。YouTuber さんが作った飲み物。キュウリ味のゲータレード。ここ全部ゲータレード。だいたいね、こういうセットで売ってますね。コンビニに行かないと単品売りはあんまりしてないかな。あ、これは単品売りだね。お水、お水は別に普通。で、こっちはでかくない？3リットル。ここはソーダ類、あの炭酸系ですね。あ、そうだね、あの前にソーダも10種類試したやつ動画があるんで、それも見てください。はい、次はまた飲み物だけど、あ、違うな。ビーフジャーキー。ここはビーフジャーキーコーナーですね。こういう照り焼きとか、ベーコン、メープル味の、メープルシロップ味のベーコンジャーキー。美味しいじゃない？いくら？美味しい。美味しくない？全部I love。ハニーハバネロ味とか、いろんな味がありますね。ナッツ系の、あ、なんだっけ、アーモンド。見てこれ。これ前試したっけ？うん、ブルーベリーのアーモンドとか。見て、コリアンバーベキュー。わさびってあったよね。わさび、ピクルス味のアーモンド。合うのかな？ここも全部ナッツ系、ピスタチオとか。これ好きだよね。うん。リンゴのフリーズドライしたやつ。ここは何？スパークリングウォーターかな？あ、違う。あ、味付きの水。味付きの水と、この辺はスパークリングウォーターですね。全部。何？え？これコーヒー。オレオ味のコーヒーとか、スニッカーズ、トゥイックス。これはに、これ日本にあるかな？コーヒー味のモンスター。スタバのエナジードリンク。ここはエナジードリンクコーナーですね。で、それは何？それお酒に入れるやつか。はい。ここはジュース系ですね。フルーツジュース。リンゴジュース、パイナップルジュース。まあ普通かな、この辺は。クランベリージュース、アメリカだと結構メジャーなジュースかな。クランベリーパイナップルも美味しそう。この辺は超不健康なジュースですね。はい、これはなんだっけ、シャンメリーみたいな子供用のシャンパン。野菜ジュース。あのね、アメリカの野菜ジュースめっちゃまずいんですよね。あの日本みたいに美味しい野菜ジュースがない。スパイシーホットとか、なんかもうトマト味が強い。はい、
この辺も安い超不健康なジュースですね。これ子供たち好きだよね、クールエイド。あとカプリサン、これはもうアメリカで誕生日パーティーとかそういうのあったら絶対みんなこれ飲むって感じかな。見て、日本にあるか分かんないけど常温の牛乳。でここはね全部あの粉です。水に混ぜるとゲータレードみたいになる。あの日本でもポカリとかありますよね。水分補給に特化したやつ。この辺も全部味をつける。これは粉じゃなくて液体ですね。ペーパータオル、はい、この辺もキッチンペーパー。小さめのやつもあるけど、だいたいいっぱいかな。これは6個、多分ね2個とかで買う人いないと思う。2個入りとか3個入りとかもあるけど、多分一人暮らしとかじゃなければそういう風に買わないと思います。あとはティッシュ、この辺は箱ティッシュですね。でこっちは掃除用品。なんかおしゃれ。 Looks fancy。トイレの掃除用品、あとモップとか、この辺もほうきとか掃除用具ですね。ゴキブリ蚊の予防。はい、ここはゴミ袋コーナーです。とあとアルミホイル、ジップロック、あと紙のお皿。アメリカ人ねパーティー好きだから紙皿いっぱい売ってますね。使い捨てのコップとか、あとナプキンとかかな。トイレットペーパー。 Which one are you gonna get? The sensitive one? じゃあこのねクマのマークがついたやつが一番柔らかい。 Yeah, we can't wait.あとはこれあの、うん、あのお尻拭く大人用の、うん、大人用のあのウェットティッシュ、お尻用の。ここ全部トイレットペーパーです。ここはあの食洗機用の洗剤ですね。あとはキッチン用の食器用洗剤とフレグランス、部屋用の匂い。これは何？ああ、洗濯用の洗剤かな？柔軟剤とか。で、Japanese have this big?No. でこっちも洗濯用の洗剤ですね。柔軟剤。あとはブリーチ。あとはここは食器用のスポンジかな。はい。で、冷凍食品コーナーです。ヌーテラ。アイスクリーム。美味しそう。What's your ice cream? はい。アイスクリームサンドイッチ。
Which one was good? Okay. そう、この間ね、これ買ったらめっちゃ美味しくて、今買ったら溶けるんじゃないの？ We still have the two and then the side. Yeah. 溶けちゃうよ。アメリカのスーパーは基本的に小売りっていうか1個ずつでは売ってないんですよね。全部箱売りですね。これも美味しそう。餅、雪見大福的な。マイ餅。見て、カップケーキ。カップケーキのアイスクリームがある。あ、ワンちゃん、ワンちゃんのアイスクリームもある。あとね、これ私が好きなやつ、マンゴーにホットソースが入ったやつ。これめっちゃアメリカっぽい。M&M のアイスとか、あとはこういう箱で売ってるやつも多い。箱の方が多いかな。あ、見て、レッドデビー。私が好きなやつこれ。私妊婦の時にめっちゃ食べてました。で、これは冷凍のホイップクリーム。はい、チーズケーキ。チーズケーキも美味しそう。この辺はパンですね。ガーリックブレッド、ロールパン、ワッフル、シナモン味のやつとチョコレート。あ、You didn't buy it last time. They didn't have it? Mm-hmm. And then we don't have regular waffle anymore. We got space? We can wait. パンケーキ。もう焼いてあるパンケーキ。ミニパンケーキ。あと卵が、なんだっけ、スクランブルエッグとなんかいろいろ混ざったやつとか、ブリトー。この辺は朝ごはん用のサンドイッチ。あの朝マックにあるようなメニューですね。クロワッサン、ソーセージ、チーズとか。あとはこれもうちよく買うんだけど、あの朝ごはん用のアメリカンドッグ、アメリカンドッグの形をした朝ごはん。エビ、チキンナゲットとかフライドチキンとか。なんかこの辺。はい、こちらはピザコーナーですね。チャッキーチーズのピザが。ミートボール、エッグロール、プレッツェル、 TGI フライデーズのメニュー。ここはメキシカンかな。タコスとかタキートスとかブリトー、ハンバーガーの冷凍もあります。あとホットポケット、これもよくみんな食べてるね。チンして食べれるやつ。ピザロール、見て、It's a cupcake. 美味しそう。と PB&J の冷凍サンドイッチ。はい、でこの辺はこれはね、1人分のなんか出来上がった食べ物かな。ラザニア Yeah, you made my grandpa sick. Remember? What's that? Chocolate cake dumpling? They have so many weird things. Cheese bacon dumplingMuck and cheese dumpling? Chocolate cake dumpling? What the hell is that? No. Maybe not today. 中華料理。
待って、ご飯単品でもあるんだけど、肉まん的なやつ。インディアン。これはチブタみたいなやつ、チキンバージョンが入ったご飯。フライドポテト、テータードッツ、ハッシュ。I think so. Some. We're gonna do chili dogs tonight because that bread's gonna go bad. Bleh. I don't need a chili. I don't need a French fry with it. Just hot dog is fine. What is this? Greek yogurt bites. Smoothie bowl. Hmm. This is delicious. This is smoothie-用の冷凍のフルーツ、冷凍の野菜、あ、枝豆もあります。 like、あ、このここはビーガンのエリアですね。オーガニック、ピザもあるんだ。あ、見て、かわいいサンタさんの、サンタさんのクリーム、バター。あ、そうそう、うん、あ、これがNo. これね、牛丼に使うやつ、一番うちが気に入って使ってるやつです。マッケンチーズのできたやつ、チーズ、またターキー、これはクッキー、ただもう鉄板に並べて焼くだけのやつですね。サワークリーム、ワカモレで、ここは全部ヨーグルトです。あ、そう、この間ね、ヨーグルトいっぱい試した動画があるんで、それ見てみてください。え、あ、シリアルあるじゃん、それは良さそう。うん、飲むよ。あ、ヤクルト、ヤクルトもあります。あと飲むヨーグルトと、これも美味しそう、グリーン、うん、わかんないけど美味しそう。この辺はメキシコのデザートですね。あ、そう、日本のね、プリン食べたい人はこのメキシコのプリンを買ってください。何それ超不健康なジュース、すごい人工的な色。ここもジュース、はい、アイスコーヒー。さ、アメリカ人ね、スイートティーって言って、めっちゃ甘い紅茶、もうほとんど紅茶の味がしない紅茶好きなんですよね。ここも紅茶、オレンジジュース。あとはここはコーヒーに入れる味付きのクリーマー、バニラ味とかヘーゼルナッツ味とかが多いかな。あとクリスマスだったらミントとか。ここはアーモンドミルク、オートミルク、チョコミルク、こういう風にもうストロベリーミルク、もう出来上がったやつもあります。で、牛乳でしょ、ここ卵売り場。多分ね、知ってる人多いと思うんだけど、アメリカのスーパーでは必ず中を開けて確認します、割れてないかどうか。 Because meat, look at all the egg. Definitely some of those are broken. 日本のはこういう感じで開けれない。卵をもう混ぜたやつが売ってあったりする。
で、ここは朝ごはん用のソーセージですね。あとベーコンで、ここもクッキーか。This is cookie dough, but it's edible. ああ、そのまま食べるクッキーの生地、焼く前のやつ。You。あとはここは何？ベーグルとかイングリッシュマフィン。で、あ、そう、これはクリームチーズでいろんな味があるんだけど、普通のからベリーとか。Vegetables, brown sugar, honey, pineapple, blueberry, strawberry.これはね、あのベーグルにつけて食べるやつですね。終わりに近づいてきた。You have such big butter like that? No. Look at this one. Yeah. ないね、I think. I can feed a whole Japanese family for a year. Japanese butter is like this. スプレーのバター。で、ここはチーズかな？チーズもいろんな種類ありますね。スティックチーズ、これは子供のおやつとかに使う人が多いですね。あ、うん、これチーズとナッツのセット。Maybe at the 何 wholesale store。またピクルスあった。あ、ランチャブル。そう、これね、あのもうできた子供用のお弁当なんだけど、市販のこれもね、25種類試した動画があるんで見てみてください。この辺は大人のおつまみですね。ハムにビルトインチーズ、チーズが入ったハム。ソーセージ。チキンのソーセージ。はい。あとはアコ。お酒コーナーはね、うちはね、あんまり2人とも飲まないんで買わないんですけど、あの基本ね、単品売りはしてないですね。全部セットになってます。見て、ピクルスのビール。この辺もビールかな。ちょっと私ね、アルコールは詳しくないんで説明できないんだけど、これはビールですね、全部。これ単品売りしてますね。あ、ちょっとだけ単品で売ってますね。ここだけ。でもでかくない？スミノフ、美味しそう。I can't really explain about the drink. That's cute. かわいい、このデザイン。とりあえず見せますね。マルガリータ。マルガリータみんな好きだよね。なんかアメリカ人のママさんたちみんなマルガリータ飲んでる感じ。スイカ、美味しそう。お酒プレゼントする用のバッグですね。あ、日本のやつがあるよ。見て。酒。白鶴。お酒。さゆり。
知らなかった。この辺は箱の大きいワインですね。見てこれ。すっごいホコリついてるけど。なんかさ、こういう可愛いやつもビールなんだよね。Always 可愛いからね。うん、そう。なんかすごい可愛いデザインだから、なんか飲みやすいやつなのかなと思ったら普通にビールだったりする。あ、これ私好き。I like Mike's。こっちも全部ビールですね。あのね、最近アメリカで流行ってるのはこの辺の炭酸が入ったちょっとフルーティーなやつで甘さ控えめのやつ、セルツァーっていう、ハードセルツァーっていう飲み物が結構流行ってるかな。飲みやすい。ビール好きじゃなくてフルーツ系がいいっていう人にはおすすめ。あとこれね、私個人的におすすめです、クリスプアップル。はい、こんな感じで今日はスーパーの食品エリア紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっとね、本当はもっといろいろ見せたいんだけど、一個一個見せてると時間なくなっちゃうんでこんな感じになりますけど、今回はね、とりあえずこの撮影しながらパンだけ買おうと思ったんだけど、結局いろいろ買いました。はい、ということでプレミア公開でタイムリーに見てくれた方はコメントいただけたと思うんですけど、あの後でゆっくり見た方もいろいろコメントいただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイ。I'm the fastest. The fastest. Ha ha ha.